写真拡大。 DeNA5-8 広島15日、横浜スタジアム。ようやく泥沼から抜け出した。後半戦初戦で広島の連敗が11分け含むでストップ。鈴木誠也外野手24が先制、かつ決勝の2点的ジェニルイダを放つなど、1回に4得点を奪う攻撃力を見せた。緒方浩一監督、50は後半戦を勝ってスタートできたことは非常に嬉しいと語った。ここから逆襲への後半戦を進む。長いトンネルを抜けた。横浜スタジアムの三塁ベンチ前で安堵するナインがハイタッチを交わす。20年ぶりの11連敗、1分けを含むを止めた主役は鈴木だ。先制 V 打をマークして、とにかく一つ勝ったので止められてよかったですと息をつき、緒方監督も非常に嬉しいと喜びを口にした。1回無視満塁、井納の2球目、内角146キロ直球を左翼線へ弾き返し、2点的ジェニルイダとした。この一打がのろしを上げ、なお2、3塁で松山も右前的自打。とにかくつなぎ式だった。最高の結果になってよかったと松山。一挙4得点で主導権を握った。鈴木にとっては6月23日オリックス戦以来のタイムリー。4番へのマークが厳しい中で、6月は打率220、7月は試合前まで打率323だったが、1本塁打、1打点。バットもより硬く、球を弾きやすい材質を試すなど、試行錯誤することもあった。向井打撃コーチは、9年前から兆しは見えた。チャンスで走者を返せたのは本人にも大きいと思うと頷いた。今季は打線が固定されない中、この日は西川が今季2度目の1番に入り、再昇格したバティスタは3番で先発。2番菊池亮も含めた3人連続出塁し、鈴木の先制打につなげた。11連敗中は最高5得点だったが、この日は8得点をマーク。指揮官も、西川から始まって、誠也があそこでしっかり2点的自打を。本当に勢いがぐっときたと称えた。力を結集させた。この日のミーティングでは各コーチがポジティブな言葉をかけ、コーヘッドコーチは、今日から新たな気持ちでやろうとナインを鼓舞。前半戦最終戦の10日、中日戦の練習前には緒方監督が、連敗が続くこともある。目標をしっかり持っていれば、チームはいずれ上に上がる。全員で頑張っていこうと語りかけていたこともあった。大連敗が始まった横浜スタジアムで、後半戦初戦に好スタートを切ったチーム。借金は4。順位も4位と変動はないが、反抗への一歩を踏み出した。